おはようございます。おはようございます。何撮りですか？これは動画撮りですか？はい、動画です。ちょっと久々に撮ろうと思って。それは何をしてるんですか？感染者用のパラソルを出してます。めちゃくちゃおしゃれなパラソルなんですよ。開くと、よいしょ、開いてみて。こんな感じです。おお。それは何ですか？これは今日のマッチデーです。あと残り3試合のかっこいいやつがまだ出来上がってます。かっこいいな、これ。いい感じですか？じゃあ1枚。ありがとうございます。ありがとうございます。またお願いします。お願いします。かわいい。ハロウィン仕様ですね。ハロウィン仕様です。どういうイメージ、ゆうなちゃん？こういうイメージね。これを…こっちに…下ある？ないです、ここ。こっち？これ外す？あとね、ゆうなちゃんにも配って、あとゆうすけさん。あれ、どこ？お、なんか変わってる。すごい、これいいね。めっちゃいい、めっちゃいい。ロジサインぜひ撮ってもらいたいのよ、本当に。どうですか？ロジ。ロジ。ロジ。え、漢字じゃないですか？漢字。これサインじゃないですよね。さらに言うと、はい、からの、まあ、春代とかもいるんだけど、ヒデ。え、これ大丈夫ですか、これは。これ27が点々っていうことなのかな。うん、多分。そうだよね。一番の僕のおすすめは、これ番号順か。遊戯王カード。一旦こっちで。マジでこれ。欲しいんだよな、常に狙ってんだよな。でもこれ取ったの俺だから何も言えねえな、俺。ありがとうございます。今日のマッチデープログラムです。ありがとうございます。あざっす。服かわいいね、今日も。これも本当だ。あざっす。あざっす。あざっす。すいません、ケイ君からもらった。あー、ケイが入ってそう。すごかったね、キャンプロンテ最高したよ。はい、はい、今日は点を決めてからのビールですか？飲まん飲まん、もう水や、水です。今日何点取るんですか？今日とりあえず出たら適当に 2点ぐらい取ろうかなっていうね。やめても恥ずかしいから。あー、秋さん、かっこいいね、それ。秋さん頑張ろう。やっぱ後ろ姿かっこいいです。今日 Vlog？ 今日 Vlog です。 Vlog というか、コウタロウくんに感化されて、僕も映像を撮ろうと思って、裏側の。頑張ろう。どうですか、調子は？調子いつもよりいい。どう今日？大丈夫、絶対大丈夫。絶好調。みんなもね。あと岡本さんもね。あ、なんだよ。俺も絶好調だから。本当？休みでも早起きしたから今日。すいません。ありがとうございます。昨日いいの撮れてるから。そう、昨日いいの撮れてるからね。今日も絶対大丈夫。力借りてよ、今日も頑張ります。よろしく。お願いします。野次さんスタメンですか今日？そうです。まだ僕ゴール見てないですけど。そうなんですよ、ちょっと今日はさすがに頑張ります。期待します。ありがとうございます。お疲れ。お疲れです。どう今日調子いいっすか？調子いいっすか？いや、俺の質問それ。調子いいっすか？調子いいっすよ。なんか目覚めが良かったです、珍しく。無失点に行きました、久しぶりの。頼ますよ。今日2人体制なんで、トレーナーもう1人。あ、2人体制。心強いですよ。2人体制のトレーナー、怪我しないことを祈るばかりです。事故だけないように頑張ります。
グダッチだと思ったら。あ、どうす。元気？絶好調です。いつも来ていただいている人には重複して申し訳ないんですが、我々チーム全体でグッドゲームを作るために皆さんの力が必要になってきます。でここは、ピッチと観客席がかなり近いので、皆さんの思い、声、声援というのは選手たちにものすごく響いています。選手たちからもその声が力になるということはいつも聞いていますので、今日もたくさんの応援をいただきたいと思います。あとは、相手へのリスペクトを書くような声かけとか反応がなってくると、我々が作りたい世界というのはなかなかできてこなくなってしまいますので、選手と我々スタッフと、今日来ていただいた皆さんとみんなでグッドゲームを作りたいと思います。で今日はこの時間が皆さんにとっても幸せな時間になるように、皆さんの力が必要になってきますので、ぜひお力を貸してください。今日もよろしくお願いします。お願いします。素晴らしいコメントですね。ドキドキしちゃった素晴らしいです本当ありがとう。取られるとこの起こせない感が出てくる。よっしゃ、ういいいよ。いや、今日はいい天気だぞ。笑ってます。ここ見ながらね、お願いしますよ。ここ見ながらね。今日絶対勝つよ、みんな。わかった？みんな笑顔かな。トモヤ、こっち見よう。大丈夫？残念、違う。ありがとうございます。今日もいい。しっかりあと3つハトスタでやれるっていうところと、4つ目をしっかり自分たちで手繰り寄せるっていうところの最初の戦いになるんで、一緒に戦っていただければと思います。頑張りましょう。はい、スタート。こんにちは。おはようございます。すごいね、かわいいね、かわいいね。ラプンツェル、かわいいね。まだ何食べてるん？ハトサブレ。シュンダイ、もっとボール受けて。パス交換しよう。スタートね。そう、前向け。幅そう、動かす。慌てない。中当たります。もっと中盤でパス交換して。シュンダイ、ナイス。広げて。いい展開。0-0はいい展開。出番あるかも。わかんない。出たら決める。出たら決めて、美味しい酒飲んだよ。誰コーチ応援してますか？ワッキーコーチ。加藤コーチ。ワッキーコーチどこにいる？今ボール持ってた。ボール持ってる。何番？26番。北村選手のカバーリングのポジションで、はい、ちょっと遠いから、そうですね。はい、ポジション、中間取れ、中間取れ、中間取れ、
これがなんかスコットが全てじゃないぞ。このままじゃやられるよ、本当に。一発で。もっと前走らせる前。押し込んでる時はいいんだよ。いい位置にいるんだけど、もう少し相手のラインが高いかった時とか、その時にちょっと低いライン。あっせー。何と何？はい。はい。ボランチャー大丈夫そう。はい、最初慣れなかったんだ。やっぱ楽しいよ、ね、けどもっと走んないといけないから、セカンド奪って散らしてどんどんもっと循環よくさせないと、俺には壊れがないから。後半もう一個テンポ上げて攻撃でアクセント出せるようにやっていこうかな。あとセットでもう一回取れればだいぶでかいから、決めるよ。それ何ですか？炭治郎？炭治郎とウォーリー。かわいいな。左も気にしろ。ゴー、蹴るよ。マヒ。マヒよ、マヒよ、マヒよ。よけ。ベッツがさ、シュートまで立ち上げたとき、そこ止まってるのがいいねんけど、ボランチはそうだって言ったら、シュートかけて、決めなかった。いやでもね、痺れましたね。次は頼むよ。オッケーです。次行けます。広げろ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 。ここ行きます。うわ、待ってる。あ、もうゆっくりが。ジャイア、ジャイア、ジャンプ。ナイスシュート。サンキュー。ナイスショット。
よかったよかった。はい、今日は試合どうでしたか？まあ、とりあえず勝ててよかったですよ、まずね、本当に。あのゴールは前が空いたんで、思い切って右足振り抜いていいところ飛んでくれたんで良かったです。じゃあ次に向けてお願いします。はい、残り2試合可能性がある限り全力で勝ちに行きますので、引き続き応援よろしくお願いします。ナイスシュー、お願いします。最高、はい、今日のゴールはいかがでしたか？今日のゴールはマジで危なかったっす。よかった、勝てて。あ、そう、狙ってた。あれマジで狙ってました。ナイスゴール、ありがとうございます。次の試合は？次の試合はそうですね、もっと金城に総得点数超えれるように頑張ります。よろしく。はい、ありがとうございます。お疲れ。はい、ありがとうございます。いやー、よかったですよ。よかったー。いやー、遠かったですね。相手頑張ったよ。いや、めちゃくちゃ頑張ってましたね。安心した。安心しました。よかったよ。内藤、小谷がいなくても俺がいるそうなんだからダメだよ、男。いや、本当はこのブランチちょっと新しいよ、ね、ですよね。面白いですね。みんなしてあそこに入り込んでシュート打てるってすごい。うん、あのエリアを押し付けて自分で満足してないの、なんか言われた歯がゆい感じ。一応映像見てもね、やっぱそういう喋ってるから。そうなんですか。すげえ決めきるんだですね。もう言いたい放題言ってるの、テンパれちゃう。よっしゃ、またね、ありがとう。頑張って、ありがとう。強火ね。どうでしたか今日は？決めきれなかった。今回韓国インティグッズ担当内藤洋平からのご案内とさせていただきます。ロンティを作りました。待望のロンティでございます。白、まず白です。マーブルロゴを胸に配して、至ってシンプルなデザインなので、どんなシーンでもお使いいただけるロンティとなっております。はい、ぜひ厚めの生地を使っているので、ガシガシ着ていただいても大丈夫です。1枚でもしっかりとこう雰囲気が出る、ロンティになってます。ぜひお願いします。続いて、続きまして黒ロンティです。こちらも、厚い生地を使っているので、白と同じですね、厚めの生地使ってます。で、胸にロゴ、こちらモノクロロゴになっているので、主張をちょっと抑えつつも、かっこいいデザインになってます。そして黒はですね、背中になんとドーンとクラブウィザートボーダーズ入ってます。まあ僕らの理念ですね、こちらを大切にして、鎌倉でこういったものをこう街中で、目に触れるようなことがいいんじゃないのかっていうところで、たくさんの人に来てもらって、クラブウィザートボーダーズ、広めていきたいと思います。以上です。